皆さんこんにちは。このチャンネルは栃木県にあるカメラ屋さん佐藤カメラで働くアソシエイトたちがそれぞれの目線でお送りしております。神谷です、よろしくお願いします。さあ、そして今日タイミングよというわけで今日の真ん中の人たっくんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。思いっきりかぶっちゃいました、はい、というわけでこの配信は、はい、栃木県のカメラ屋さん佐藤カメラのアソシエイトがそれぞれの目線で毎週お送りしておりまして、神谷、はい、語りますということで、はい、GHX って、はい、まあ、ご存知の方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、まあ、どっちかっていうと、はい、動画に特化したカメラなんですよ、はいはい、で動画でギャンギャンやってくぜっていう人がね、ギャンギャンやってくぜ一昔前のヤンキーじゃないっていう方が今興味津々で、はい、ええ、まあ、発売もされたばっかし、3月の24日ぐらいでしたっけ、はい、に発売されたばっかしなんですけど、まだまだ新しい商品、ね、そうそうそう、まだ発売されて1ヶ月間ぐらいかな、はい、の商品なんですけど、どっちかっていうとそういうユーザーさんが多いので、はい、であとは多分 YouTube とかに出てるような動画も、はい、あの動画に特化したような説明が多いと思うんですよ、うん、まあ、そんな中で今日はどうしていこうかなっていうのを何も考えずに来たので、はいはい、まあ、行き当たりばったりでいきます。まあ、いつもの通りですこれが神谷ですだけど皆さんこんにちは、はい、はい、こんにちは、まあ、ありがとうございます。たくさんありがとうございます、ね、はい、僕は一つ重大なミスを始まる前から犯しましたよ。はいはい、どうしたんですか。あのフルサイズミラーレス一眼。おいおいおい福間さん、ありがとうございますマイクロフォーサーズ、マイクロフォーサーズです、はい、はい、マイクロフォーサーズですね、はい、いや、マイクロフォーサーズですねっていう言い方変じゃない。なんですか。あのフルサイズ、フルサイズって要するに35ミリサイズのセンサーサイズの大きさなわけじゃん、はいはい、そうするとマイクロフォーサーズですっていう言い方、マイクロフォーサーズって、はい、あのマウントの名前だから、はい、そうするとセンサーサイズで言うとフォーサーズ、あ、フォーサーズマウント、そうそうそう、じゃあマウントじゃないです、マウントじゃないマイクロフォーサーズ、そう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 、センサーサイズはフォーサーズ、フォーサーズって言った方が多分分かりやすいかな、はい、マウント名はマイクロフォーサーズ、はい、はい、よろしくお願いします。そんなミスもありつつのオープニングでしたけどよろしくお願いします、こんにちはっていらっしゃってます。あ、まあ、さん、あ、何ですか。あ、ちなみに、はい、せっかくフルサイズっていう名前が出てきたんで、はい、フルサイズでもパナソニックから、はい、動画に特化したミラーレスっていうのが出てて、はい、S シリーズなんですけど、はい、S1H っていう機種があるんですよ、うん、はい、S1H は、まあ、同じ S1 のシリーズの中でも動画に特化した機種、はい、であと S1 のワンランク下みたいな感じで、うん、S5 っていうのがあるんですけど、はい、S5 もそこそこ動画に特化してるっていうか、動画にも、うんと写真にも静止画にも両方に、まあ、特化してるっていうか、まあ、いいバランスを取った機種みたいな、はい、感じのが一応フルサイズでも出てます。出てます、ね、で今日ご紹介する GH6 っていうのは、はい、マイクロフォーサーズシステムの、はい、の動画に特化した、はい、そうですね、フラッグシップ機と言っていいですかね。はい、動画に特化した中のフラッグシップ機、はい、はい、です。というわけで今日は GH6、はい、でございます。まあ、一度この番組で言うと、ええ、前回のスペシャル番組の時に友代さんが紹介させていただいたんですけど、はい、まあ、それ以来のずっと誰も紹介してないんですよね、はい、うちのチャンネルではしてないですね、はい、ということで、まあ、実機もあるので、はい、まあ、触りながら細かいところを説明しながら行きたいと思います。はい、はい、で GH6 なんですけど、はい、一番、まあ、先ほども言った通り動画の性能に特化した方のフラッグシップ機ですね、はい、っていう感じです。だから2009年に GH1 っていうのが出てきたんですよ、はい、まあ、当時 G1 っていうのがフラッグシップ機だったんですけど、パナソニックの、はい、でそれの動画特化バージョンとして GH1 っていうのが出て、はい、そこから、まあ、1,2,3,4,5,6 ですね、順番にバージョンアップというか、まあ、フラッグシップ機としてどん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 新しいのが出てきたっていう感じの、はい、で GH6 っていう感じになったんですけど、つい最近に GH5-2 っていうのが、まあ、つい最近って半年前ぐらいかな
に出たばっかしなんですよ、はい、だ GH5 が結構あの分岐したんですよ。 GH1,2,3,4 ってきて、で、はい、GH5 が出た後に GH5 から、高感度特化型の GH5S っていうのが出て、で GH5 の後継機として GH5-2 が出たんですね、はい、でその半年後に GH6 が出たんですよ。で半年間の間に新しい機種が出る、まあ、あの後継機が出るって本当におかしな話なんで、だから後継機っていうよりもまあ同時販売、 GH5-2 と GH6 は同時販売なので、どっちかっていうとだから GH6 の方が上のグレードとして出てきたというイメージでいてくれればいいと思います。なるほど、はい、でその GH6 なんですけど、前にあの友さんがやった時もねちょっと紹介させてもらったんですけど、本当に、はい、あの動画特化ですよっていうのが分かるように三脚あるか、あ三脚ねえか、あのカメラ用の三脚って、はい、これが当たり前じゃないですか、ネジ穴、はい、はい、ネジ穴が1個あるっていうのが当たり前なんですけど、はい、ビデオの用の三脚って大体これと、まあ、ここら辺とかにあの杭がついてるんですよね。あ、はい、ピヨンっていうピンがついてるんですよ、はい、でそのピンって何かっていうと、ここにカメラを乗っけた時に、まあ、正面側からこうやって動かないようにピンがついてるんですけど、そのピンをカメラ側にカメラって差し込むところがついてるんですよ。でそれがこのカメラにもついてる。あ、本当だ。ここに。まっすぐ真ん前についてる、ね、そうだからよく、まあ、三脚であのパーン棒が1個しかないやつとかあるじゃないですか、はい、ああいうのってビデオ用三脚なんで、ビデオ用の三脚って必ずそのさっきの穴とそのピンがついてるんですけど、でそれがに対応したカメラって言ったら変ですけど、そのピンの部分で結構ピコピコ引っ込むんで、ついてなかったらついてなかったらただ引っ込むんですけど、はい、こういう穴がついてるとだからグラグラしないというか、しっかり固定されるって、ね、はい、そう、はい、しないようになってます。でそれがついてる珍しいカメラ、うん、これとだからその S1H ぐらいしかついてないんじゃないかな、うん、このミラーレスの形でついてるやつってないんですよ。それがまず1個特徴、はい、お本当に動画用のカメラなんだって思わせるカメラですね。だから GH5 の時もその前の 4321、5S、5-2 の時も多分ついてなかったと思うんで、いよいよつけてきましたっていう感じのカメラでございます。先日の友代さんの配信まで知りませんでしたが、 GH5 の正当な後継機が GH5-2 で、 GH6 は S1H のダウンサイジング版みたいな感じ、そうそう、イメージ的にはそんな感じです。はい、まあ細かい機能で言っちゃうとダウンサイジングされたんだけど、まあもちろんこっちの方が発売が新しいので、細かいところで言うと機能で言うと、はい、GH6 の方が上の部分も結構あるんですよ。上の部分、はい、だから例えば機能的な部分で、じゃ完全なそのダウンサイジングってわけでも、そうテンサーサイズがギュッとちっちゃくしましたっていうよりも、はい、パワーアップしてちっちゃくなりましたみたいな、はいはい、感じです。スズチャンネルさん、ズレ止めのピン固定式だとプレートの前の方にカメラボディが行ってしまいますけどね。確かにそこに合わせるとね。確かにそうですね、はい、そういう考え方もありますね。あ、そっかそっか、そういうことか。カメラビデオに比べてこう、そうですね、カメラ の, あの 後ろの、はい、ビデオって大体これ縦長ですか、ね、縦長ですか、はい。そういうのも含めて、はい、こっち側余ってんじゃんみたいな感じになりますけど、はい、まあそういった意味でもね、まあそうだな、この部分、この液晶部分って、はい、多分考えて作ったんだと思うんですけど、あの前の方に行っちゃうからね、はい、この後ろのこの部分がない、全然見えてないけど、はい、後ろのこの部分がない分だけ、はい、まあ液晶が見やすいように作ったんだと思うんですけど、今回のこの液晶の動き方もすごい特徴的です、はい、動き方、はい、じゃあまあ基本的にはこれな何マルチアングルっていうんですか、何アングルって言えばいいのかな、バリアングルっぽい動きをするんですよ、はい、基本的にはこうやってこうやって3分それチルトじゃない、あチルトか、はい、そうそう、チルトっぽい動きをするんですけど、はい、チルトっぽい動きをしながらもバリアングルにもなる、はい、ちょっとはい、ダブルでくっついてるような感じですね。そうですね、でだからほらよくこのチルトのやつの方が見やすくていいよっていう話をするんですけど、はい、レンズから入ってくるこの光軸上に液晶があるんで、はい、例えばパンした時とかこうやって、うん、ずーって同じ光軸上から動かないわけですよ、はい、でこれを例えばただのバリアングルだとこうなるんで光軸上からここでずれちゃうんですね、はい、確かに、
はい、でそうするとパンするときってすごいなんか見づらいんですよ。画面があっちの方行っちゃう。そう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 。あっち視界の目の前の視界からどんどん消えていくわけです。そうですそうです。その場で回すと。で特に動画、僕らの動画で物撮りしたとでパンとかシフトとかするじゃないですか。はいはい、するときにパンするときにこの後軸がずれるとすごい撮りづらいんですよ。はい、カクカクするというかあのここに物があってね、はい、こうやってパンしようとするんですけど。はい、だパンするのに これが真ん中にいないでこうやって、はい、こうやって動いちゃうんですようまくパンしないと、はい、それがあの後軸上にあるないの違いというか、はい、パンしやすいシフトしやすいっていうのは、ね、すごいチルトは絶対ついててほしいところなんですけど、はい、このチルトでも使えるしバリアングルにも使えるっていう、はい、なるほど。でこれはタックも嬉しい機能だと思うんですけどこれ、はい、これ多分他のカメラついてないんじゃないかな、はい、あの僕らってね中の人やってるじゃないですか、はい、僕とかタックンとかやってます、ね、でそうすると撮影をするときに、はい、演者さん側が見やすいように演者さん側にこうやって向けるんですよ。そうですね、液晶を、はい、でそうするとこっちで確認画角確認こうできないじゃないですか、はい、でそのためにいちいちこうやって戻したりとかしてで合わせてまたこうやってやってやるじゃないですか、はい、忙しいですね。そうめちゃ忙しいんですよ、はい、このカメラってすごいのが、はい、こうやって相手に向けてても、はい、ファインダー覗くとファインダーからちゃんと見えるんです。えすごくないこれ。すごい消えないのこっちも消えてないでしょ。はい、あ消えてないですね。はい、はい、これ映るかな。あほらあ見えてる。で、はい、こっちから覗いてもほら消えてないの分かるでしょ、うん、はい、ついてますよね。ほらあすごい、これすごくない画期的ですこれね、どっちかは消えるもんだとずっと思ってます。そう中の人の僕らにとってみたら、はい、超いい機能。これもずっとこっち向けながら、はい、これでこうやって例えば画角合わせたりとかできるわけですよ、うん、もうもし見てる方 YouTuber さんでいらっしゃいましたらもうこれ使うしかないです、はい、YouTuber さんでちゃんと中の人っていうかカメラマンを用意できる、はい、できてるような YouTuber、YouTube やってる方、だからあのまあこうやって撮影しながら、はい、演者さんに画面を見せながら、こうやって撮影できるわけですよ、はい、すごくないですかこれ。今ちょっとすごくないですかって言ってる時に限って消えてましたけど、ね、えそう多分あの時間で消えてたんだけど、あ、そういうこと。本当は 今消えてるね、はい、スーチャンネルさん、昔から動画用のビデオカメラでファインダー以外のモニターって基本後軸からずれてるんですけど、ね、そうなんですよ、ずれてるんですよ、はい、ビデオカメラって。そうですね、あれやりづらくないかなと思ってあのファインダーってちゃんとしっかりここにくっついてるんですけど、でそこに液晶ってカメラの横なんですよね。そうあのね、じゃあどっちかっていうと僕らの何写真を撮る時もそうなんですけど、はい、写真を撮る時もやっぱりあのチルトの方が良くて、はい、ほらこれが大体昔のビデオカメラってやつ、はい、ハンディカムってやつで、まあ、ここにファインダーがついてて、はい、こうやって上に上げちゃったら、うん、後軸上にねえじゃねえかって言われちゃうんですけど同じ軸上ですかね。そう こうなってれば、はい、だから感覚的にはこうやって撮ってるイメージですよ、はい、あのファインダーのどで撮ってるのと同じなんで、はい、そうだけど液晶がこうやって横に開くんですよ。後軸上にないんですよ、はい、確かにねこれずれるんですよこうやってやってるとね。だけどこれちゃんと後軸上にあるんで、逆にだから、はい、今までのハンディカムっていうか、うん、これ民生用のカメラ、あでもプロ用のカメラってあファインダーついてるから大丈夫か、はいはい、ファインダーでこうやってね、はい、覗きながら肩に乗っけて撮ってる分にはいいんですけど、ファインダー覗いて撮ってる感じですよね、うん、そう、はい、っていうことだから画面の確認用に、うん、その横のモニター使ってる。そう、はい、っていう感じです。菊松さん、 S1H の発売が2019年とかなので約3年の技術が進んだ部分などもありますね、うん、そうですね、そう技術も進んでる、はい、ます進んでるます、うん、で S1H の悪口言うわけじゃないんですけど、はい、S1H いいカメラですからね、はい、あのもちろんあの 35mm サイズのセンサーで撮ってるんで、例えばその背景のボケ見だったりとか、はい、っていうのはちゃんと演出できるっていう意味では S1H の方が、上の部分もやっぱりあるわけですよ。だけどまあそうだな、まあ、いろんな人が結構あの YouTuber さんとかでもこのマイクロフォーサーズの GH4 とかね、はい、ここら辺使ってる方結構4、5、とか使ってる場合方、あとまあ6が出れば6使ってる方も多いとは思うんですけど、結局マイクロフォーサーズのシステムにすると何がいいかっていうとトータル的にコンパクトになるんですよ。本体のサイズって実は G1H とそんなに変わんないんですよ、はい、ちょっと小ぶりかなって感じなんですけど、あの本体のサイズってそんなに変わんないんです。
だけどこのマイクロフォーサーズのシステムだからこれねイメージサークルが小さいじゃないですか、はい、イメージサークルが小さい分だけレンズとかがちっちゃくできるんですよ、うん、で結局なんだかんだ言って、まあ、これ今回セットでついてるレンズなんですけどこれで 24-120F2.8 から4.0 っていうレンズなんですけど、はい、例えばこれ以上の望遠レンズをつけたいと思ったら望遠レンズを購入するとかするわけですよね、はい、でそうするとそれをあと広角レンズとかあとその撮影状況に合わせてレンズを交換して撮影するわけですけどそうすると、まあ、この本体1個レンズ1個だけで持ち歩くわけじゃないので、うんまあ、最低でも3つぐらいプラスレンズ2本ぐらいはあとマクロレンズ使ったりとかすると思うんで、はいまあはい、2つ3つぐらいはセットになるわけですよ、はい、でそういった時にもうレンズがこれ標準のその 2.8 からのレンズでこの大きさなんで、うんまあ、一回りも二回りも小さいの分かると思うんですよね、うん、このレンズの口径とかも含めてでそうすると、まあ、全部合わせてもコンパクトに持ち歩ける持ち運べるっていうのがすごい利点だから多分これ使ってる方多いんだと思うんですけど伊沢のぼるさん、はい、写真家上田浩二先生に HH6 ハイレゾダイナミックブーストの静止画を見せてもらいましたがすごかったです動き物でないならすごい静止画も撮れましたので、はい、なる動画機ではないそうなんですよこれ途中ぐらいで言おうかなと思ったんですけど、はい、そのハイレゾ、まあ、要するに何枚か写真を重ねて撮影してちょっとずらしながら撮影して画素数を多くできるっていう仕組みなんですけどこれどれくらいの画素になるか知ってますハイレゾ元は何万画素ぐらいですか、2000万画素ぐらいです2000万画素ちょっとぐらい2000万画素ちょっと、うん、ハイレゾにして、うん、3000-4000万まあ4000万5000万6000万、まあ、ぐらいかなと思うじゃないですか、はい、1億画素ぐらいいきますそもうそっから話しちゃうじゃんもう何そのそっから見せる、はい、そのハイレゾ1億画素俺もさこれあのこのカメラでその何1億画素いくってことは知ってるんですよ、はいはい、でも設定の仕方も知らないんでいろいろ見ながらってことどっからハイレゾ行くんだろうみたいなところなんですけどあでもまあいいやその話に行く前に、はい、一応もう一個言っときますね、はい、これのいいところっていうかこれのもう一ついいところ、はい、あこれまあ G1H の時からついてるんですけどこれは熱を持っちゃうのを排気してくれるファンの部分、はいはい、がここについてます。だからちょっとあの昔よりも熱くなっちゃう感じなんですけど、うん、こっち側と、ね、液晶のこっち側と、はい、こっち側についてて中にファンがバーってついててふわ、はい、って出してくれる。でファンがついてるのに、はい、これ防塵防滴なんですよ。アルミなんとかボディ、はい、で全部シーリングがついてて、水が入んないらしいんですよ。こっから入んないなと思うんだけど、はい、入んないらしい。そこはじゃあもうファンがついてるだけで密封されてるような。そう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 、はい、っていう感じらしいんです。と思ってどういう仕組みになってんだろうって未だに僕もよく分かってないんですけど、はいはい、でこれのもう一ついいところ、うん、これねあれかな HDMI、はいはい、普通の標準サイズの HDMI がついてる、はい、そのままドスンって刺さるわけです。そうアダプターとかつけずに。そうもうタックンと俺しか喜ばないような話さっきからずっとしてんだけどさごめんね。これもしかしたら見てるみんなにはふーんぐらいの感じかもしれないですけど、はい、実際に僕ら配信してるじゃないですか、はい、でそうすると HDMI ケーブルってこういう普通の大きさのやつがだいたいこれが売ってるんですよ。両方ともこの大きさね、で、機材系も例えばそのスイッチャーとかの入り口ってだいたいこの大きさなんですよ、はい、でただカメラ側はミニだったりとか、はい、マイクロだったりとかいろんなサイズがある。そうそうそう、はい、でそのたんびにこの HDI ケーブルを買うのってすごい面倒なんですよ、はい、まあ、1個2個ぐらい買ったのはありますけど、はい、それ専用と思って買ったやつがありますけど、例えばこの配信の例えば佐藤カメラの配信で言うとこれで今僕が持ってるこのコードって、はい、演者さん側のテーブルの方に出てる1本ケーブルなんですね、はい、でそうするとカメラにつなげたりとか、うん、あとは手元のパソコンにつなげたりとか、はい、スマホにつなげたりとか、うん、まあするので、まあ、これにアダプターをつけるわけですよ、はい、そのカメラとかに合わせて。例えばこれがミニ HDMI に変換するアダプター、これを挿してミニ HDMI に変換してつなげるってやつ、はい、うん、でその他にマイクロ HDMI につなげるアダプターみたいな。ちっちゃいやつね。そうでこうやって用意してるんですけど、はい、実際にこの端子がちっちゃい方が安定して刺さるんですよね、はい、だけどこれを変換アダプターをつけちゃうとこの端子のサイズが2倍になっちゃうんで、うん、結構ぐらつくんですよ。重いんですね。
不安ですよね、はい、スーチャンネルさんもフルサイズの HDMI あるし、ミニとかマイクラは折れそうで怖いで、そうそうそう、本当にそうなの、はい、本当にそうなんですよ、はい、スーチャンネルさん本当にこれをうちの親これを刺すんで、はい、ケーブルの重さもあり、そうそうそう、その端子部の重さもありで、そう、おっかねえんですよ大丈夫かなって、はい、でたまにチラチラしてると思うんですけど、はい、これが怖いとこなんですけど、このフルサイズの HDMI はもうフルサイズでしかないので、はい、嬉しい、めっちゃ嬉しいんですよ、これがそのまま刺さるから、はい、こんなに力説しても多分分かってくれる人ほとんどいないと思うんですけどそんな里上みたいなライブ配信しないよみたいな感じの方がね、はい、そうそう、変化アダプターはより折れそうやなお怖い、うん、そうなんですよ、でうちはそれやってるんですよ、はい、でそれあまりにそれが不安だからって言って、あの隼人くんがこういうの買ってきたんです十字のやつ、これ隼人くん買ってきたね、はい、カヤト君があまりに怖いからって言って、これ十字のやつ買ってきて、だから、はい、ほら先っちょがねこのままこうやってなるから、はい、ここが長くなるから不安だから、はい、じゃあこれ十字というか T 字か、 T 字にすれば少し安心でしょみたいな感じで、はい、これ買ってきてくれたんですけど、まあこれでも怖い結局、はい、っていう感じですよ。ピョンマルさん、はい、花木はあまり知らないんですが、うん、はい、G9 Pro、はい、G99 シリーズと GH シリーズの違いはありますか？あります、ありますっていうか、 G9 Pro っていうのは、まあ、もちろんあれで動画は撮れませんっていうわけじゃないんですよ、はい、メインはほぼ写真か、静止画を撮るのに特化して作ってるイメージです。でそこにプラスして動画も撮れますよのフラッグシップが G9 Pro です、はい、で G99 っていうのはどれくらいのポジションだった？ G99 って今のラインナップで言うと入門的なポジションですか？なんか入門でもあり、まあ、でもそんなに下の方の機種でもないですよね、はい、19クラス、はい、っていう感じです、はい、G だけで終わってる機種っていうのがどっちかっていうと、はい、今まで通り、あと普通のメーカーとかと同じように静止画を撮ることをメインに作ってて、はい、プラス動画の機能も頑張ってますよみたいな感じです、はい、で作ってます、うん、で GH のシリーズっていうのはもう動画を撮ることをメインに考えて作ってるっていうイメージですね、はい、あと機能的にもセンサーの詳しいことは分かんないですけど、うん、センサーの多分使い方とかも多分そうなんだと思います。そこが違うところで、たださっき言ったように静止画を撮っても1億画素まで行くんで、1億画素まで行くんでって言い方もどうなのかと思うんですけど、はい、っていう違いがあります。なんか横回れたんですね、ゴムみたいなやつじゃなくて。そうなんですよ、パカパカ開く、そう、ほら一箇所しかペローンになるやつあるじゃないですか、はい、ペローンになるやつ もういつ取れるか不安で不安で仕方ないんですけど、はい、これがっちりしてるんですよ、ほらちゃんと扉型っていうか、だからそんなにこれも壊れづらいですよ、はい、これもいいですよね、こういうちゃんと開き方をする。でこっち側がヘッドホン、ヘッドホン、はい、になってます、はい、わざわざ別に分けてくれたんですね。だから、まあ、簡単に言うと撮影中にはこれは使わないだろうと、はい、使わないかもしれないところは、閉まってる、はい、まあ、生配信とかには開けて使いますけど、で外に持ってった時にヘッドホンとこのマイク端子のこれ、はいはい、これだけ開けばこれね、マイクっていう、うん、これだけ開けば使えちゃえば、外に持ち出した時は使えますよ。マイク端子がむき出しになってないところもいいですよね、はい、でこのマイク端子もちゃんと2チャンネル入ってくるんで、あ、そう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 、でこのカメラって、はい、トータル4チャンネル使えるんですよ。4チャンネル、そう、音声4チャンネル、どういうことですか？このカメラだけだと、はい、右左で1チャンネル2チャンネルしかないんですけど、はい、ここに外付けのキャノンケーブルをつなげられるような、マイクを挿すやつをガチャってつけられるんですよ、はい、でそれくっつけるとそこにキャノンケーブルが2本刺さってトータル1、2、3、4で4チャンネルになる。音がより立体的に入ってくるんですか？撮る場所が 5.1 チャンネルサラウンド的な感じじゃなくて、はい、撮る音があっちこっちから撮れるってことですね。ああ、なるほど。4チャンネル、はいはい、ミキサーがついてるみたいなことです、はいはい、でそれの設定がこのボタンでできるっていう、4チャンネルにした時。あ、なるほど、はい、っていうのが特徴の、はい、だから、お、そうそう、だから動画に特化してくるともう最近特にこれ YouTube やってると分かるんですけど、はい、やってる側の話ですよ。まあまあ見てる方も分かると思うんですけど、結構映像っていうこの映像ね、はい、映像も重要なんですけど、結構音っていうのがめちゃめちゃ重要なんですよ。うん、例えば、はい、動画がポン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 切り替えられるじゃないですか、はい、YouTube なんか特に、ええ、まあ YouTube じゃなくても次の動画次の動画っていけるんですよ、はい、
でそうするとあのテレビって音量がある程度決まってて、はい、これに合わせてくださいっていうちょっと音量があって、それに合わせて動画 の, その制作屋さんが作ってパケットで放送局に納品するみたいな、うん、っていう感じになって基準があるんですね、はい、で YouTube ってその基準がないんですけど、ないですね、はい、 この音量にしてくださいっていう基準がないんですけど、はい、ただ例えば前の動画がこれくらいの音量出てて、はい、次の動画を切り替えるときにこれくらいの音量だと小さくなるんですよ、はい、おありますね、そう、はい、めっちゃこれが嫌じゃないですか、はい、逆もありますよねちっちゃくて音量大きくしてたら次の動画行ったら爆音になってる、そうだからちっちゃいから上げるじゃないですか、はいはい、でまた例えばじゃあ このチャンネルの動画に戻ったときに、はい、この音量を上げるとここに行くわけですよこれがストレスで仕方ない確かに、でそうするとだから音量の小さい動画だったりとか、はい、でもう聞かずに飛ばしちゃったりとかするんですね、はい、うん、だから音声って結構重要で、ちゃんと音が取れてないとかちゃんと聞こえないとダメっていうのがあるので、はい、だからあのそういう音声の部分も、うん、特に動画やる方っていうのは気をつけながらやってるとは、編集するときに上げたりとか、はい、バランス取ったりとかしてるとは思うんですけど、なるほど、マイクの話でした。ゆきらさんが、ワイヤレスマイクの普及で音質は飛躍的に向上したと思いますね、はい、本当です、まあ、変な話ですけど安くてもワイヤレスマイクがあるとちゃんとこの口元で音が拾えるんですよ、で、はい、そうじゃなくて例えばあのこの、はい、シューの上に乗っけるようなマイクって、はい、どうしても環境音を録音しちゃうので、周りのね風の音だったり、例えばこの話し声だったり、そう、この室内だったら僕の声だけじゃなくて僕の声が壁に反射する音も全部拾っちゃうんですよ、はい、に対してこのピンマイクって本当に口元なので、はい、これ自体のボリュームをグッて上げなくても音が拾えるので、だからこの環境音っていうか、はい、まあ それでもさっきあの救急車が通ったからもしかしたら拾ってるかもしれないですけど、そんなに環境音を拾いづらい、はい、だ声だけを拾ってくれるっていう感じなので、だ音質はだからだいぶ良くなる、はい、でどんどんその音質をよく撮影する人がどんどん増えてきたので、そうすると音質の悪いカメラとか音質の悪い動画とかもなんかもう見るに耐えなくだんだんなってくるんですよね。だから昔はあのテレビじゃないからそんなに音って気にしなくてもいいよみたいな、 2,3 年前ぐらいは僕らが YouTube 始めたぐらいはそんな感じだったんですけど、少しぐらい音が悪くてもみたいな、人気の YouTuber さんが別にあの環境音みたいな感じで撮ってるからまあみたいな、だけどあの実際にあのカメラマンがこうやっていて撮影して、何演者さんがそっちにいてって撮影するとマイクがここについてるから、はい、あの中の人の声ばっかり大きく拾っちゃうんですよ、うん、でだからどうしようもないからガンズームっていうか、あのガンマイクというか、はい、ここに音周の、はいはい、マイクをくっつけてちゃんと演者さんの声を拾えるようにってことはやってましたけど、今はもうそれ以上が求められてて、まあ、できれば多分ワイヤレスのピンマイクでここにワイヤレスの、うん、と受信部乗っけてみたいな感じの時代になってきてます、ね、はいはい、どんどん変わってきてます、うん、っていうことで、はい、もうどこまで話したか分かんなくなっちゃったっていう、本当にあの、はい、まだ外観部分の外観のガの字ぐらいしか話してないんですけど、はいはい、それぐらい今のこれから配信しようとしてる人とか、はい、まあ、配信はしなくてもなんか動画ちゃんと撮りたいなって方だったりとかっていう方には本当に細かいとこまでしっかりとあの、うん、できてるカメラでございます。しっかり動画を撮るってことにも、はい、配信するとかね、求められるものがついてると、そう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 、はい、僕とかタックにとってはもうこれがみんな標準だったらいいのにみたいな感覚の部分が今のところだけだから HDMI だけでそれくらい語れちゃうぐらいあるんですよ、はい、っていうね。で、まあ、その子にも特筆すべき部分は、はい、この録画ボタン、はい、動画録画ボタンなんですけど、こっちの動画録画ボタンは別にまあよく見るあれだと思うんですよ、はい、まあ、普通のこっち側についてるのはね大体ここにくっついてるんですけど、はい、結構、まあ、動画じゃなくてもそうなんですけど、あのあれなんて言うんだっけ、リグっていうんだっけ、なんて言うんだっけ、ここにさ下にプレートくっつけたりとか、ここにこういうありますね、はい、くっつけたりとか、はい、あとはあのジンバルみたいに乗せたりとかして、はい、がっちりシステムを組む方がいらっしゃるんですけど、はい、あのガチ勢は、うん、でそうするとこの録画ボタンとかでシャッターボタンでちょっと押しづらかったりとかするんですよ、はい、隠れちゃったりとかね、そう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 、でそのためにこれ、おこれがね、これがすごい、はい、ケージですか、ケージっていうのあれ僕あの組んだことないから分かんないんですけど、組んでる方ぜひあれなんていうのか、ここにも録画開始ボタンがついてて、このボタンはねすごい便利だと思います。でもちろんそういうしっかりした仕組みをがっちりこうやってこういうやつを使う方もそうなんですけど、なんだ普
通に YouTube とかを自撮りで撮る方とかにもここに録画開始ボタンがあるとすごい便利で、しかもあやべえこれカード入ってないかもしれない、あカード入ってないや、カード入ってないからちょっとあれなんですけど、録画開始をピッて押すと、はい、ダメだカードがねえやタックなんかカード持ってきて録画開始を押すと液晶の周りが赤くなって今録画してますよっていうマークが出るんですよ、分かりやすくなってるんですよ。でっていうことはここにシャッターボタンが あれば最初からこうやってカメラセットしといて、じゃあ撮ろうって言ってピッて押した時に映ってるかどうかの確認がここでこの液晶モニターで見ることができるんですね。でそうすればわざわざここのボタンを押さなくてもこうやって置いてあるところにこっちまで手伸ばしてこうやってやるの結構めんどくさいんですよ。めんどくさいし編集するときにカットする部分が結構長くなるんですよ。でそうじゃなくても撮り始めて意外とどうやって始めようかなみたいな感じでグダグダならないようにしようかなとかいろいろ考えながらやってる中で録画開始をピッてやると、あこれ出ねえや今出ない設定になってんかな、この周りがピーってで、あとそうそうこれね見た、あ見えてるこれ見えてますよ、これあおう、これも録画中マークなんですよ、はい、はいはい、邪魔そうな感じもするけど録画してるときちゃんと録画してるよっていうマークが出るんですよ、はい、分かるよ、そうでここと、はい、あとここにも出るんですよ、本当だほらちゃんと録画してるかどうかが分かりやすい、はい、LED が出る、うん、はい、これ多分設定変えればまたここに出るんでしょうけど、今はなんか知んないけどここから出てここがめっちゃ赤くなった、はい、車体が赤くなっちゃうんじゃねえかっていう不安なぐらいですけど、まあそこまで、あでも届かないんだちゃんと、あこれ僕しか見えない、はい、手が赤くなるかなと思ってこうやって今反対側向ければいいです、あそう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 そこまで赤くならなかった、はい、はい、っていうのが分かるようになってる、こっちに押したら何のかな、何でか、あ何なんですね、っていうまあ本当に撮影にも細かいところなんですけど、はい、録画ちゃんとしてるよっていうのが分かるっていう部分では、はい、ここまでやってるカメラは他にない、うん、むしろこいつぐらいじゃないかな他あるないよね、他はまあそうですね、この、まあ、画面のその何ですかモニターの右端とか左上にこうポンって赤いマークが出るぐらいの感じですよね、うん、そうそう、はい、これ僕らこれ中の人あるあるね、また、はい、また中の人あるあるで話して申し訳ないんだけど、こっち側に演者さんがいて、はい、演者さんに分かるようにこうやって見せるじゃないですか、はい、それでじゃあ撮影します、はい、はい、行きまーす、ピッ、行きまーす、はい、3、2ってやるんだけど、はい、ちゃんと録画ボタン押せてるかなって不安になるわけですよ、はい、確かに、で、はい、これだったらちゃんとここに赤いマークがピッて出るから、はい、これオフにします、もう一回、はい、これオフね、ほら、はい、でオンにするとここで赤くつくんですけど、はいはいはい、撮ってて、はい、さあということで今回なんですけどもって話すじゃないですか、はい、で話しててちゃんと録画されてるかなって不安になるんですよ、はい、こうやって見えないし動いてるかな、そうそうそう、はい、でこっちが見せてるしさ、はい、でこれだったらこうやってファインダー覗けば、はい、録画ランプ左下についてるから分かるんですけど、はいはい、だから結局分かんないから一瞬こうやってやるんですよ、はい、こうやってであ録画マークついてるついてるってこうやってやったりとかするんですよ、はいはいはい、でそうすると例えばうちの副社長の動画とか撮ったりしてると、はい、何してんの、それ何してんの、見えないからとか言ううるせえなと、いちいちそこ突っ込まなくていいからこっち不安だから録画してるかどうかチェックしてるんだよってなるんですけど、いちいちそういうことが起きるわけですよちょっとヒートアップしちゃいましたね何何どうしたのどうしたのとか言うの、はい、何かありましたって聞いてくるんですよね、触れなくていいからって喋って喋ってそれ喋ってていいからってそしたら別にちゃんと録画できるかどうかの確認だからと思って、はいはい、そこカットしなくちゃいけないじゃん、また後で、はいはい、編集しなくちゃいけないからみたいなことがあるわけですよそれがない、はい、すごくね、ここまでの機能でほとんど僕とタックンのストレスが解消できるっていう感じ、撮りやすいっていうカメラなんですよ。しかもね、こっち側もちゃんと見えましたから、タイランプちゃんと見えましたから、はい、撮られてる方もあ録画始まったなって分かるしね、はいはい、だから3、2、1って やんなくてもはい、っていうことです、はい、さあ、ということでじゃあ行きましょうか、ちょっと待って、はい、これさ、俺黙っちゃうかもしれないんだ今、はい、なんで黙っちゃうかっていうと、はい、ハイレゾを探さなくちゃいけないんですよ。なるほど、画面に見せながら探せばいいんじゃないですか。あ、さすが HDMI でね、はい、
で、もう一個言っていいですか。一発でか画面きれい。もう一個言っていいですか。ドクマキはないとこ。はい。これって、あ、これディスプレイボタンで変わるかな。変わんねんか。あ、そういうことか。出ないんだ。何がですか。あのディスプレイボタンを押したときに、はい、この表示変わるじゃないですか、はい。こっち変わるかなと思ったら変わんないんですね。はい、こっちはこっちで映像しか、あ、でも変える設定にすればいいか。メニューとかだったら出る。はい。あ、これ設定だな多分。これ今あのモードを、はい、はい、映ったかな。これカメラ撮影モードになってるんですよ。はい、まあここにここで見てもらうと分かる通り、マニュアルなんですけど、マニュアルのモードになってるんですけど、はい、これをビデオのところに、ダイヤルをビデオのところに合わせると、はい、ビデオ用の表示になるんです。本当はすごくない？すごい。カメラとビデオで静止画用と、はい、ビデオで、はいはい、あ、もう この画面の比率も変わりましたけど、うん、表示は変わるの。ビデオ専用で、だから結局、はい、カメラのモードだと、うん、カメラには必要なやつが結構いろいろ乗っかってるんですけど、はい、ビデオにした方が、ビデオにするとビデオで見やすいやつって結構あるじゃないですか、はいはい、でこの音声とかも全然大きく見えますし、はい、あのビデオに特化した表示モードに切り替わるんです。これすごくね、はい、ちなみにメインとフワ君逆ではってきてピーピー逆ではと。あ、それは否めない、はい、こっちだけ見せればいいじゃん、はい、ごめんね、もう一回繋いじゃったからさ。アスペクト比もね変わってますね。そうなんです。これがもうすごい特徴的って言ったら変なんですけど、はい、これ逆にこのカメラでしか出てこない。ほら、確かに。これが静止画モード、はい、で、これが動画モード、はい、かっこいい。そう、これかっこよくない？動画モードしかも。で、そこから直接なんか変えられるんですか？うん、Q ボタンとかで変えられる。 Q ボタンじゃ変わんない。 Q ボタンはまた違うの。ああ、また違う。これとかで変わんか。あ、変えられるね。変えられますね。これが今、はい、動画の P モードだったのが多分くるくる回せばきっと、はい、あ、違う、くるくる回して外枠に、これで変えるか、はい、あ、なるほど。マニュアル、シャッター数優先、うん、絞り優先、プログラム、はい、いろいろ情報表示の画面で変えられます。はい、ロスのプラスマイナス、いいっす ね、 ね。あ、スーチャンネルさんが情報表示画面見やすくていいですよね、はい、本当ですよ。この例えばこの上にある、はい、このFPS の情報なんて、はい、フレームパーセックの略なんですけど、はい、要するに1秒間に60コマ撮るっていうか、はい、のモードっていう意味なんですけど、相当撮りますね。そう、はい、これなんて動画にしか必要ないんですよ、あの静止画には全く関係ないんです、はい、っていうか60パーセックってこれ設定高すぎてね、はい、えぐい。いや、だってそんなにうちこれまあお客さんの天井で撮ってるからあれなんだよね、はい、うちの動画は大体これ撮ってますから、ね、そうです30フレーム、そう30フレームの方ね、はい、はい、30フレームの方で大体これ撮ってますから、これで、あ、やべえっていうのがすぐ分かるんで、はい、まあ、大体あのパナソニックで、まあ、見やすいんですけど、うん、さっきの設定を変える時のこれが全部こうやって、はい、全部出てくるんで、はい、パッて見た目で分かりやすいんですけど、うん、横にこうやって羅列してるわけじゃないんで、ね、はい、こうやってそれがあの見やすいところが4分割されてて、うん、こうやって見やすくなにはなってるんですけど、はい、10ビットまで撮るとそう、ね、お、すごい。あ、これは便利ですね。勝手に今喜んでますけど、はい、マイクもなんか変わるんですか。お、多分ゲインとか変えられるんですか。4ちゃんミックインアウトも、でもゲインとかは変えられないか、一時、はい、スーチャンネルさん、 BMWXLR1 つけた時のマイクの表示は4ちゃん分出るんですかね。あ、そうですね。これ今カメラ本体のしかないんで、はい、これしかついてないんですけど、はい、そのさっき言ったここにつけられるものがあるよって話じゃないですか、はい、そうするとあれくっつけてマイクくっつけると、はい、この下のところにもう1本これと、はい、この上と同じようなものがもう1個表示されるんですよ、はい、で全部で上から1チャンネル、2チャンネル、で3チャンネル、4チャンネル、うん、今はこのモニターチャンネル、1チャンネル、2チャンネルで終わってますけど、はい、ここにくっつけるとこれがだから4本表示されるようになる、うん、ここに。なるほど。あ、ちなみに今このボタンを押しました。
そのマイクインフォボタン、はい、っていう感じ。なるほど。でマイクの状況とかもこれ全部で出てくるっていう、はい、でこれつけないと2チャンネルしかならないと、はい、なるほど、はい、っていう感じです。はい、4K60fps にこだわると、某 S 社の S3 か G6 ぐらいしか選択肢がない感じですね、はい、と。そうですね。じゃあ その話でいくと、 4K で 60p 撮れるカメラっていうのがまだそんなにないんですよ、うん、4K だと今 30p 以下がほとんどです、はい、24p とか、はい、っていうのがほとんどなんですけど、 4K60p で撮ろうとするともう逆に言うともうこれしかっていうか、まあ、もう一個ありますけどもう選べないっていう。でももう時代的にって言ったら変ですけど、これから動画をどんどんバージョンアップしていくって言ったら変ですけど、まあもう動画はもうどんどんもうあとはもうバージョンアップしていくしかないのでってなってくると、まあ 4K60p の、まあ、簡単に言うとそんだけデータ量が多くなるので、はい、それを処理しきるためのパナソニックでいうとこのビーナスエンジンっていうあの画像処理エンジンがあるんですけど、そのエンジンの開発が必要になってくるんですよね、うん、大容量を高速処理するエンジンが、はいはい、必要になってくるの でそうするとどんどん多分そういう風に技術が上がってくればもうそれが標準になるような時代が来るのかもしれないですけど、うん、今のところそれを撮ろうと思うとこれしかない感じです、はい、だからそういう意味でも本当に最先端行ってるカメラですよね、はい、ということで写真の方はどうなんですか。これ写真のだからあれでしょ、あのさっきのあれでしょ、はい、ハイレゾ、はい、だからハイレゾを探しましょう。じゃあちょっとハイレゾをあのこっからやるの知ってるよって方いらっしゃったら教えてください。あでしかもハイレゾもすごいのよ、はい、ハイレゾ出す前であれなんだけどさ、はい、ハイレゾも手持ちハイレゾ対応なの。おなるほど。だから三脚に、はい、つけなくてもハイレゾが設定できちゃう。取れちゃう。あと関係ないんだけどさ、また見つけちゃったからあれ何何あのああこの画面に切り替えてます。これすごくないですか。これまあでもそんなにもう当たり前なのか、はい、Bluetooth とあ Wi-Fi、はい、Wi-Fi で Bluetooth と Wi-Fi、はいはい、Bluetooth と Wi-Fi で、うん、あのスマホとかにあのつなげるんですけど、はいはい、最近って結構あのスマホで撮影機能がついてる、はい、あありますね、はい、のが結構あるじゃないですか、はい、これももちろんあるんですよ、はい、でいろんなことができるんですけど、 Bluetooth でその撮影系のアプリとつなげて、はい、で撮影したのをさっきの Wi-Fi、はい、でこの Wi-Fi で接続する、はい、っていう同時接続もできるんですよ。どういうこと。だから、はい、アプリの方と、はい、だからアプリでピッてシャッターボタンだったりとかを押すのを Bluetooth でつなげて、はい、で Bluetooth ってあのデータ通信の、容量がそんなに多くないので、はい、撮影した画像だったりとかを、うん、例えばこのメディアカードに入れながら、はい、ながら、まあ、入れても入れなくてもいいんですけど、スマホにまた飛ばすとか、はい、っていうことができるんですよ、はい、で飛ばすときに Bluetooth で送っちゃうと結構時間かかるんですよ、はい、1枚の、うん、でその画像を飛ばす機能は Wi-Fi でつなげるっていうことができるんですよ、はい、役割分担。そう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 。これ多分あんまないと思うんだよね。あるのかな。あじゃあ画像飛んできてほしくなかったら Wi-Fi だけ切っとくとか、そういうこと。そういうこと、そういうこと。ということでさあここにご注目です。はい左肩にですねドライブダイヤルっていうのがあるんですね、はい、で今これ1に合ってますんで単車、はい、1枚撮影用の1枚ね、はい、ところに合ってます。でこれをカチッて1段階やるとこれが連写ですね、連写モードになります、はい、でもう1個やるとあこれも連写だ、はい、多分1の方が早いんかな、ゆっくり。あ、カードがいっぱいですなっちゃってる。カードがいっぱいになっちゃったこれ。まあいいや、ハイレゾいっちゃおう。はい。はい、まあ連写でこれなんだ。あ、これがハイレゾかな。あ、これなんか重なってるマークですね。はい。なんか書いてあるんですよそこ。ん？どういうこと？そのダイヤルのマークはなんか重なってるだけですか？あ、ダイヤルのマークは重なってるだけです。ドアップにするとこういう感じ。ああなるほど。でででででってやつ。そう重なってちょっとずらしながら撮影して、はい、画質良くしますよみたいな。なるほど。はい。じゃあ行きましょうか。得意の。はい。
得意の得意の得意って初体験ですけど得意え結構 いろんなカメラでハイレゾするじゃない、はい、あじゃあまずは、ハイレゾなしでいきましょうか、はい、ハイレゾなしの普通撮影絞り優先で開放 F4、うん、綺麗ですよこれも。いきましょう。はい、はい、で、あ今大丈夫ね、ブレてないよね、大丈夫、ベリーズブレしてないよね、はい、で、ハイレゾ、ハイレゾ、はい、いきます、ハイレゾ、ほい、はい、ハイレゾ画像作成中です。はい、これがハイレゾですね。ハイレゾ、はい、どうだ、これがハイレゾ、はい、これが普通、おー、もうほら画角今度バッチリだよいつもと違うよ、はいこれが普通の、普通ので、これがハイレゾ、これ以上拡大しないのかな、8倍がマックスだ、はい、これが違い分かりました、今どっちがどっちですか。あ、これ普通のやつ、普通のやつ、はい、これが入れそう、変わってます変わってますよ、1億画素ですよちょっと待って、53 16倍、はい、よ、はい、どこら辺が分かりやすい、これブレかな、そっちじゃない、多分これの方が分かりやすいですか、スーチャンネルさん、ね、ハイレゾがドライブダイヤルで設定するってことはシェフタイマーでっていうのはできないってこと、あ、そうですね、できないですね、セルフタイマーは上にあります、ね、さっきのハイレゾの次ぐらいです、はい、なるほど、はい、がセルフタイマー、え、それより違いが分かったかどうちょっと待って、ちょっとこのなんか横のくぼみとこっていうか、そこら辺の方が分かるんですか、くぼみ、こういうとこ、はい、でこれまた同じとこ出すの大変だぜこれこれね、はい、これね、はい、これが、あ、じゃあこれが普通のやつ、ここら辺アップしましょうか、はい、これ辺 P の上やったり、 P の上、あ、そうだね、 P のブレてるのかな、なんかブレてる可能性も多分これ分かりやすそうですよね、はい、とハイレゾ、あ、これなんか違うんじゃない、拡大しちゃって言いますか、これまた同じ画像じゃないですか、んまだ35です、本当だ、ハイレゾ、え、分かるよ、ほらやっぱシャープよ、ああこれとか分かりやすかったか、はい、もう拡大しすぎてて分かりづらいもん、はい、確かにっていう感じ、はい、でこんな16倍もね、はい、16倍今日中の人タックンって書いてあるよ、タックンが16倍みたいな感じになってるけどこの部屋埋まりますねさっきのが分かりやすいかな、はい、でもこれ始まりだ、ユルクバイ、こんな感じ、はい、これが1億画素らしいです、なるほど、っていう、これがハイレゾです、はい、ハイレゾじゃなくても綺麗じゃね、うん、こんだけ見れたら十分だよね、ほらいい写りしてますよこれ、はい、すっきりしてね、はい、はい、っていう感じのが、あのハイレゾは1億画素らしいです、はい、でもまあダイヤル一つで手軽に撮れちゃう、そうですね、ダイヤルに組み込んでるってことは積極的に使ってねってことなんですか、まあドライブの中の一つっていう考え方だとは思うんですけど、はい、うん、これ再生の時のこのメニューが出てきたのに撮影メニューはオンにしなくてもなのかな、でこのメニュー表示も、はい、昔のパナソニックに比べるとすごい見やすくなりました、うん、何が見やすくなったかというのはこの2段表示とかね、はい、まあ、3段表示というか
今まで例えばこのスパナマークだったらスパナマークの中にずっと入ったんですけど、はい、これが2段表示になったんで、これすごい使いやすいですよね。ねえか、モニター調整、モニター表示じゃない。ないよね。ないですね。こっちかな。モニター表示。ライブビューブースト。このライブビューブーストとか。はい。またライブビューやろうと思うとうちぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど。できないんですけど。さっき言ったやつですね。これもあの画質が悪くならずって言ったんですけど。はい。あ、画質が悪くならずで思い出したんですけど。ノイズがあるじゃないですか。どうしてもやっぱりノイズって出るんですけど、はい、ノイズの補正の処理がこいつまたすげえらしくて、はい、それもちょっとあの僕も試してないんでどこまですげえかわからないんですけど、なんだっけな、 2D と 3D で補正するんですって。 2D と 3D、まあ、2D って多分 2D だと思うんですけど、はい、3D は奥行きっていう、はい、3D だと思うんですけど、ないよねこれね。表示モードのキーないよな。ないですね。ないでございます。まあ、どっかにあるんでしょうけど、ちょっと今これ探してる時間もったいないので、はい、はい、っていう感じでハイレゾになります。でちなみにハイレゾのセグマンであのモードダイヤルの続きの話しちゃいますと、はい、ハイレゾの次がこれインターバル撮影ですね。でインターバル撮影と、はい、その次がセルフタイマー。セルフタイマーの言葉が出てこなかった。はい、ハイレゾとセルフタイマーが併用できないってことはスマホアプリを使ってねってことなんでしょうか。スマホアプリを使うか、一応ここにリモートって書いてあるんですよ、はい、まあ、リモートってあの、まあ、要するにレリーズが付けられるようになってるんですけど、はい、ここでレリーズをさせればレリーズで撮影することはできると思う、もしくはさっきのセルフタイマーを使うかっていう感じですね。なるほど、はい、で普通の話今度してきますね急に、はい、でこのカメラのまあいいとこというか、これパナソニックのいいとこのうちの一つなんですけど、はい、ここにボタンがついてるんですよ。ついてますね、はい、でこのボタンって、はい、もう分かると思うんですけど、ホワイトバランス、ISO 感度、はい、プラマイ補正、はい、でここがダイヤルですね。手前ダイヤル、奥ダイヤル、はい、人差し指ダイヤル、親指ダイヤルって言ったんですかね。で今、まあ、これマニュアルのモードになってますけど、だいたい例えばこっちでシャッタースピード変えます、はい、人差し指の方で絞り変えます、はい、って言ったらあと残すところって撮影時に変えるのってホワイトバランスを変えるか、はい、ISO 感度を変えるか、マニュアルだからプラマイないですけどプラスマイナス補正するかぐらいしかないんですよ。で押してあとは回すみたいな感じなんですね、はい、でそうするとほとんど使うような撮影中に使うようなものがその親指と人差し指のところに全部集まってるんですよ。押しやすい、押しやすいです、はい、で押しやすいし、どうしても例えばあんまりこの辺のプラマイボタンは使わないかなとかっていうのであれば、はい、例えばこの辺のに違うものを割り当てれば、うん、ファンクションキーで割り当てれば、はい、まあ、違ったものに変えられるわけですね、っていうこともできるので、例えばこのマイクインフォメーションマークありますけど、はい、まあ動画撮るのに最適なカメラですよって話はしたんですが、これを静止画用に使おうって思ってもいいんですよ。で写真用に使おうと思った時はこのマイクインフォメーションマークってあんまりいらないじゃないですか。マイクのインフォメーションそんなに見ても仕方ないじゃないですか、はい、写真を撮るのに、そうです、そう撮るのには必要ないので、じゃあこのボタンに例えば、違う、よく使う機能を割り当てる、例えば拡大鏡とかね、はい、割り当てたりとかもできるので、そういう使い方するとこれすごいめちゃめちゃ使いやすいと思います、はい、であとよく使う的な部分でいくと、あのこれも結構僕好きなんですけど、マニュアルフォーカスとコンティニュアンスとシングルフォーカス、コンティニュアンスとシングルフォーカスはオートフォーカスですけど、はい、がダイヤルでここで切り替えられるんですよ。なるほど、カチカチと。そう、これってすごい楽じゃないですか。確かに。めちゃめちゃ楽なんですよ。だいたいどのメーカーでもこうやって切り替えられるのって結構少なくて、はい、あ、まあついてるものでこれについてるやつがありますけど、これについたりとかするもの、ね、はい、メーカーもありますけど、はい、これが、ダイヤルで独立してるのって結構少なくて、これすごい便利です、はい、すぐにフォーカスモードをアナログで切り替えられるっていうのは、はい、すごい利点のうちの一つだと思います、ね、であとこれもよく使うだろうから、はい、これの話でいくと AF モード、はい、AF モードで、これ多分よくあるだと思うんで、はい、認識するものが人物、
顔、瞳、あと動物、あと人物、はい、みたいな感じで選べるんですね。これ自動認識するやつです。で、まあ、よく人を撮る場合は、はい、人を撮る場合、モデルさんとかそういう系の撮影する場合はこの真ん中の方がいいと思うんですけど、はい、例えばこれの、まあ、人物、まあ、人物にしておけばいいか、人物のこれはその人物でターゲティングしたやつを追っかけてくれるってやつですね、はい、でこれはフルエリアって言って、この画面全体で310うんこ、何つった310うんこ、何個か覚えてないね、はい、318か、うん、そんなもんかな、318合ってる、いや310うんこの、はい、フォーカスエリアから選んでくれるよっていうやつ、はい、でこれは、ゾーンの縦横ゾーン縦長にしたり横長にしたりするやつ、はいはい、で、ゾーン、これも大体どうかな、でこれ1点プラス補助、はい、1点でもこれだいぶ広いんだけど、はい、みたいなところから選べます。出るかな、ほら、あ、出てます、まあ、で人物モードにしとけば、はい、あの顔認識したときはこういうマークが出るんですよ、はい、まあ、人物モードにしてよね、顔認識じゃなくて、うん、で顔が切れたら切れたで体をちゃんとこうやって認識してこら、本当だ、広くなりました、ちゃんと体認識してくれるんです、はい、すごくないですか、なるほど、ちゃんと顔が映ってれば、はい、こんな超斜めからでも、はい、ほら瞳のところにはこうやって十字マークが出てくれて、で顔が切れちゃってもここ体ですよ、はい、ギリギリここ体だったよねってほらなってくれる、あ、確かにですね、すごいでしょ、これオートフォーカスの発達したしっかり合ってます、そうそう、でパナソニックはあれですから、はい、トムロさんでも顔認識してくれるんですよ奇跡のカメラですから、あの顔認識しない、そうそうそう、どんなカメラを使っても顔認識しない、はい、トムロさんの顔を、はい、パナソニックはちゃんと顔認識してくれるんです懐が広いです、懐の広い、はい、はい、カメラでございます。さあといったところで今回は、ほとんどなんだろう、ここら辺の話とかいつもするんですけど、ここは電源でみたいな話をするんですけど、それ以外の結構話をするところが多かったかな。でこのメニューが映ればな、メニューの中の話とかもちょっとしたかったんですけど、はい、であのさっきの速攻モードとか、はい、ここら辺の縦横比率とかっていうのをメニューの中で変えることもできるんですけど、はい、さっきあのちらっと見せたように、これ判定するときのディスプレイモードってどうなるんだろう、あ、これできるんだ、ここで例えば、あ、これセルフタイマーモードになってる、よかったこれ気づいて、はい、でもそこを切り替えると変わっちゃうんですね、そうですね、これはさすがに切り替わります、はい、これなんだ、あ、さっきのあれだ、AF モードだ、はい、なるほど、そこに入れてくる、はい、ここでも切り替えられます、はい、なんだろう、あ、ファインって書いてあるんだ、圧縮だ、なるほど、画質の問題ですね、そうですね、あ、この横はなかなか安定します、はい、横が写真の比率、そうですね、ファイン、スタンダードとかローとかっていうのもここで切り替えられますし、これが比率で、さっきのネットワークの接続ですね、はい、でファンクションキーはここで変えられて、これはカスタムピクチャーコントロール、あれ？それは2個か、まあ、ピクチャーコントロール系のですね、はいはい、スタンダード、ビビットとかナチュラル、もこれはもうよくある系のあれですけど、風景、人物、モノクロームみたいな感じで、L モノクローム好きな人多いですよね、あのパナソニックユーザーさんはこの L モノクロームに惹かれて使ってるのが結構多いです、僕はこの L モノクローム D の方が好きですかね、はい、多分ダークの D だと思うんですけど、あとシネライクーザー、あれでもそれ好きだか、
さっくんちょっと映ったというか気をつけてね。ああ、映ってます。今居眠りしちゃうとバレちゃうからね。はい。はいって。みたいな感じで。なるほど。はい。時系設定は終わりましたか。ペットさん、熱暴走で止まりませんか。あ、そうですね。今ずっとこんだけ使い続けてるのに、はい、全然熱くないです。まず、ま、全然熱くないって言ったら嘘になっちゃうな。ほんのりです。熱さは感じないです。はい、だからこのファンが効いてるんでしょうね。そんなに出てる感じはしないんですけど、多分効いてるんだと思います。で、これが速攻マルチ速攻中央充填スポットハイライト、はい。ハイライト充填はあるんだけど、あれはないですね。アンダー側はないですね。僕はスポット速攻は好きなので、スポット速攻を見てますね。はいはい、ジンマックスさん、はい、GH6 はライブ配信機能を省かれましたか。ライブ配信機能、あ、ここでライブ配信できるってやつ、それは DH5-2 じゃないですか、はい、ついてるのは GH6 にはないかって、はい、でこのクイックボタンのところでも、今クイックボタンを押したんですけど、はい、でその Q ボタンを押したところでもある程度ここら辺がホワイトバランスだったりとか、ISO感度だったりとか、コントラストの強弱、ハイライト、シャドウ あのトーンカーブの、はい、変更の部分ですね、うん、あとサイドの変更だったりとかっていうのができる。なるほど、はい、意外とボタンどっか押せば何か変えられるんですよ、はい、アバウトです。パナソニックって意外とここら辺の、はい、ここら辺のボタンの、はい、Q ボタンか、はい、このこの辺のボタンとか、なんかどっか押すとある程度なんかいじれるような感じになってて、はい、意外とあの初心者に優しいというか、はい、初めて使ってもある程度今みたいな感じでなんか表示ができて操作できちゃうっていう、うん、そこら辺が結構お便利さですね、といったところでしょうか。であとあれか、あの一応これだけロックの機能だけ、はい、このロックの機能がまたあれなんですよ。今ロックしてるんで、はい、ロックしてるとこの設定全部ロックしてくれるっていうか、余計なボタンを間違って押しちゃっても、はい、今この十字ボタンを押しちゃったんですよ。これは動くかな、うん、この親指 AF は効きます。はい、これはもう動かないですね。動かない、はい、すごいですね。あの これ切り替えてもロックレバー、はい、全部のボタンが動かなかった、はい、だから一回この6レバー使うのっていうのもあると思うんですけど、これ何かの時にも同じ話したと思うんですけど、例えばストロボとかをオフストロボで使って、例えば左手で持ってて撮影すると、こっちから出たからこうやって撮影しようみたいな、こうやって撮ったろうっていう時に片手で操作するじゃないですか、カメラ。でそうすると間違ってこの辺のなんかボタンを押しちゃったりとか、この辺のジョグダイヤルなんかちょうど親指付近にあるんで、持ち方によってはなんかこれにこうやって当たっちゃったりとかするわけですよ、はい、そう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 、でその時にこれボタンロックしておけば間違って触っちゃってもあの設定が変わらないので、間違ってこのジョグダイヤル触っちゃって AF1 変わっちゃったみたいになったら大変じゃないですか。熊さん、 AFS とか FC が動きましたよ。あ、本当ですか。あ、そうですね、これは変わってますね、マニュアル方向っていう感じです。まあ何よりももう何回も言いますけど、はい、僕ら一番嬉しいのはこれですよ。なんと演者さんにもこうやってちゃんとモニターを見せられながらファインダーを覗くとファインダーが見える。録画が始まった時にいちいちこうやって確認しなくてもここに録画マークがピコーン出る、はい、撮影されてる側にもタビーランプがついて今撮影されてるよっていうのが分かる。だからそういう意味で隠しカメラには使えないですね。誰も使わないでしょ、はい、隠しカメラにはちょっと使いづらいですけど、はい、だからドッキリとか撮影はしづらくなるかもしれないですけど、はい、そういう意味ではとっても、うん、使いやすい、そうそうそう、だから本当にそういう実際に配信してるとか、はい、動画撮影してるとかる側からしてみると、はい、こんな機能あったらいいのになっていうのが、はい、詰まってるカメラですよね。だから俺とかタックンは歓喜なもの結構多いんですよ。そうそうそう、そこそこそこみたいな、そう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 、はい、だ今日前半1時間その話しかしてないですよ、はい、それキーさんからファンは常に回ってるんですか、負荷がかかった時だけ回る感じですか。あ、どうなんですかね。でも多分負荷がかかった時に回ってるんだとは思うんですけど、はい、最初のうちはあのでもねファンの音とかしないんですよね、はい、したら分かるんですけど、なんかよくなんか自分たちがイメージするような扇風機みたいなファン、はい、とはまた違うのかもしれない。そうですね、はい、
全くその音がしないんで、はい、こんなずっと電源入れっぱなしなのに何の音もしないんで、どうなんですかね、どうなんだろうどうなんだろうそこどうなんだろう、いつの間にか回ってたっていう感じイメージ的には、はい、といった、だから本当に今日ほぼその動画撮影してる側の目線で喋っちゃいましたけど、はい、写真もちゃんと撮れますからね、はい、かといって写真が手抜きしてるわけじゃなくて、さっき言ってたその ISO 感度の部分だったり、ここら辺のこれの部分なんかはもう全部写真で使うものですし、であとずっと撮ってるとやっぱりセンサー部分ってどうしてもやっぱ熱を持つので、はい、動画を長撮りしてなくてもファンが生きてくるかもしれないですね、はい、だから電池が熱くなって止まっちゃうとかっていう心配は少ないと思います。いったところで、今日はですね、はい、動画に特化したカメラパナソニックの GH6 を皆様と一緒にお送りさせていただきました。気になる方は、はい、お手に取ってみてはいかがでしょうか。動画も多分面白いですからね、はい、だからあれですよ、これからの先の時代を考えたら、はい、今は多分皆さん写真で楽しんで静止画で楽しんでると思うんですけど、静止画も多分ずっとのあの残るんですよ、なくなることはないと思います。でただもうみんなのうちが当たり前に 4K のテレビが置いてあってとか、はい、ぐらいになった時に、あ、なんか動画も残ってると面白いなみたいな、まあ、基本的にはあの静止画と構図の作り方とかほぼ一緒なんで考え方は、はい、全部一緒なので、それが横軸縦軸の他に時間軸っていうのが足されただけみたいなイメージですから、はい、動画の楽しさっていうのも分かってくる時があるかもしれないので、そういった時のためにこういうのを一台持ってると、また新たなね角度から風景が見れたりとか、はい、静止画とはまた動画で撮るの意外と面白いですよ、ね、あ、面白いですねなんか CM みたいに撮れた時にちょっとねテンション上がりますあれでしょ、インサート用で撮った動画の使われなかったりとかするんだけど、はいはい、撮った人の満足なんだけど、はい、編集員使ってくれないんだけどさ、はい、っていうなるので、ね、ぜひ動画機も手に入れてほしいな、はい、でまあ、最悪動画機はまだ早いかなって思ってる方も、あの今のカメラでも動画機能がついてると思うんですよ。でその動画機能ちょっと遊んでみて、で、まあ、動画なんかハマりそうだなと思ったら、こういう動画に特化した、はい、機種とかにもね行ってもらえると、ぜひそういう時代に向けて動画を始めていくっていうのも楽しいんじゃないかなと思います。さあといったところで、はい、本日は GH6 について、お話をさせていただきました、うん、また次回も楽しみにしていただければと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。